シャント・シンラージプートは、インドの俳優。2008年にテレビシリーズ、キスデッシュ・マイン・ハイ・メラー・ディルで、俳優デビューし、2013年に、カイ・ポチェ！で映画デビューした。2020年に、自宅で首を吊った状態で発見され、死亡が確認された。スシャント・シン・ラージプートとセーカル・カプール、クリシュナ・クマール・シンとウーシャ・シンの息子として、パトナに生まれる。先祖は、ビハール州、プルニア県の出身だった。姉妹の一人である、ミトゥー・シンは、クリケット選手として活動している。2002年に母と死別し、同年に家族はデリーに移住した。スシャントはパトナの聖火連高等学校、ニューデリーのクラチ・ハンスラージモデルスクールで教育を受けた。彼によると2003年に受験したデリー工科大学の入学試験に第7位の成績で合格し、工学クラスに進学した。また、国際物理オリンピックで優勝した経験がある。最終的にインド工科大学ダンバード校を含む11の大学の工学部試験に合格している。しかし、在学中に演劇とダンスに興味を持ち学業に時間を割くことができず、4年課程を3年で終了させた。在学中にスシャントはシアマクダバルのダンスクラスに参加した。彼はダンスクラスに参加していた数人の友人が演技にも興味を持ち、バリー・ジョンの演劇クラスに参加していたことをきっかけに、俳優のキャリアに進むことを希望するようになった。やがてスシャントも友人たちと共に演劇クラスに参加するようになり、この時の経験を、私は自由になる経験を見つけたのです。私は観客とコミュニケーションできることに気づき、これを永遠のものにしたいと望んだのですと語っている。数ヶ月後には、ダバルのダンスチームのレギュラーメンバーに抜擢され、2005年に第51回フィルムフェア賞のバックグラウンドダンサーの一員に抜擢された。2006年コモンウェルスゲームズでは、開会式の文化プログラムに参加するチームに一員としてオーストラリアを訪れている。この時点で、スシャントは工学クラスでの勉学に興味を失っており、工学クラスを退学して、ダンスクラスと演劇クラスでの活動に専念するようになった。彼は映画業界での成功を夢見て、ムンバイに移住し、ナディラ・バッバルのエクジュテ劇場の団員として2年半活動した。この間にネスレ・ムンクのテレビコマーシャルで注目を浴び、インド全土で知名度を上げた。2008年から2011年スシャント・シン・ラージプートとアンキター・ローカンで2008年、バラージテレフィルムズのキャスティングチームは、エクジュテ劇場の舞台に出演していたスシャントを見て、彼の個性と演技の才能を見出した。チームは、スシャントを、キス・デッシュ・メイン・ハイ・メラー・ディルのオーディションに招き、プリート役に起用した。プリートは、シリーズの早い段階で死亡するが、視聴者人気が高かったため最終話で、死後の精神という形で再登場している。2009年にパビートラ・リクアで主演に起用され、家族を支えるため、メカニックとして働く青年マナーブ・デーシムク役を演じた。同作での演技は高く評価され、スシャントは3つのテレビ賞を受賞した。これにより、俳優としての人気を得たスシャントは、映画業界に進出する足がかりを得た。当初、Zeeテレビは、スシャントをパビートラ・リクアに起用することに難色を示していたが、プロデューサーのエクター・カプールの説得により起用が実現した。また、パビートラ・リクア出演をきっかけに共演者のアンキター・ローカンデーと交際を始めたが、2016年に破局が報じられている。2010年5月からは、ダンスリアリティ番組、ザラニセック・ディーカ第2シーズンに出演した。スシャントは、パビートラ・リクアで、俳優としての実績を得ていたが、さらに、ダンサーとしての実績と指導力を証明する機会を求めており、同時期にパビートラ・リクア、ザラ・ニセック・ディーカの両方に出演していた。ザラ・ニセック・ディーカの母の日特別エピソードでは、2002年に死別したスシャントの母のためにダンスが捧げられている。同年12月には、ダンスリアリティ番組、ジャホロック・ディークラ・ジャー第4シーズンに出演し、振付師、シャム・パソンタリアとペアを組んだ。2011年10月に海外で映画制作を学ぶためにパビートラ・リクアを降板し、マナーブ役はヒテン・テージワーニーが引き継いだ。2013年から2020年スシャント・シン・ラージプートとバーニー・カプール・スシャント・シン・ラージプートとクリティ・サノン・スシャントはアビシェーク・カプールのカイ・ポチェのオーディションに参加し、ラージ・クマール・ラーをアミット・サダーと共に主要キャストに起用された。同作はチェタン・バーガットの小説The Sun Mistakes of My Life を原作としており、2013年2月に公開され批評面、興行面で成功を収めた。クリケット選手、イシャー・アンバット役のスシャントの演技も高い評価を受け、ラジーブ・マサンドは目を離せない彼の名は、イシャー・アン役でデビューしたスシャント・シン・ラージプートです。彼は言葉では言い表せない存在であり、その自信と歴然たる魅力からスターが誕生したことは明白となっていますと批評している。同年9月にマニーシュ・シャルマのシュド・デジ・ロマンスでバーニー・カプール、パリニー・ティ・チョープラーと共演した。スシャントの演技についてボリウッド版ガマのタラン・アダルシュは最初のヒンディー語映画で素晴らしい印象を残したスシャント・シン・ラージプート、彼の気取らない自然な演技は多くの新鮮さをもたらした rediff.com のスカニア・ベルマはカイ・ポチェでダイナミックなデビューを遂げた後、ラージプートは豊富なエネルギーを駆使して感情をそのまま口にする子供らしい無邪気さを伝えてきますと批評している。2014年にラージ・クマール・ヒラーニの PK でアーミル・カーン、アヌシカ・シャルマと共演した。同作は興行的な成功を収め、インド映画歴代興行成績上位作品の一つとなった。2015年にディバカル・バネルジーのデテクティブ・バンケッシュ・バクシで主人公、病務系シュ・バクシー役に起用された。同作は1940年代のコルカタを舞台としており、4月3日に公開された。2016年にニーラジ・パーンデーの MS 堂に語られざる物語で主人公、マヘンドラ・シンドーニ役に起用された。同作は興行的な成功を収め、2016年公開のボリウッド映画興行成績上位作品の一つとなった。スシャントは演技を高く評価され、フィルムフェア賞最優秀主演男優賞にノミネートされた。2017年にディネーシュ・ビジャンのロブタでクリティ・サノンと共演した。2018年に2013年北インド洪水を題材にしたケイダーノットでサーラー・アリー・カーンと共演し、スシャントはカシミールの青年マンスール・カーン役を演じている。2019年3月にアビシェーク・チョーベイのソンチリア・デブーミー、ベードネーカルと共演した。同年9月にはニテーシュ・ティワーリーのきっとまた会えるでシュラッター・カプールと共演し、同年11月にはネットフリックス配信のドライブでジャックリーン・フェルナンデスと共演している。2020年にはきっと星のせいじゃないをリメイクしたムケーシュ・チャブラのディル・ベチャラでサンジャナ・サンギ・サイーフ・アリー・カーンと共演した。同作は5月公開予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い7月に公開が延期された。2020年6月14日、ムンバイ・バンドラの自宅で首を吊った状態で発見され、死亡が確認された。ムンバイ市警察の発表によると、自宅から遺書は発見されなかった。スシャントの急死に際して、ナレンドラ・モディ、ラーフル・ガンディ、アクシャイ・クマール、プリヤンカー・チョープラーなどの著名人が弔意を表明している。スシャント・シン・ラージプート。ありがとうございます。